タツンになりました。いつもより切ったよこれ。いつもより切った。ね、やばくない？いつもより切りました。ちょっと待って、だいぶ切ったよ。え、あんまり？いつもね、これま、いつもここまでは切らないんですよ。いつもよりは短いんですけど、どうかな。お前のあの姿をしてる人はそう思わないかもしれないけど、結構切りました私にとっては。え？長い？いつもより切ったんだけどこれ。ちょっと待って。まさかのいつもより長かった。いつもはね、眉毛まで切ってないよ。いつもはね、あの眉下ぐらいなんだけど、今日は眉毛のね、真ん中ぐらいまで切ってもらった。あんまりだった。あんまり切ってもらった。いつもよりね、ちょっと切ったんだけど。ちょっとね、こうか。いけてる？はい、いけてますかね。エミリアジュヤさん、真珠たくさんありがとうございます。ヤスさん、ペンギンありがとうございます。前田マーさんにゃん、ありがとうございます。クロさん、ハートありがとうございます。アオイちゃん、なんだっけ、だるまありがとうございます。ムハマロさん、レンボスターありがとうございます。アオイちゃん、貝殻、じゃあ間違えた、真珠ありがとうございます。前野さん、真珠ありがとうございます。アオイちゃん、
前野さん、ハイビスカスありがとうございます。あおいちゃん、アロハありがとうございます。どこから読んだ、ハッシュタグ前髪。そうね、明日はね、あの公演なんで、多分ね、公演が経ったらさ、だいぶね短いのがね分かると思うんだけど、ね、え短いよ、いつもより。これだいぶだいぶ短いと思うけど、いつもぐらい。やっぱ美容師さんに切ってもらうのは綺麗ですね。汗かいて上がっちゃうのよね。14時9時9時だったから当日券だったけど、見やすくて尻尾最後にかかった、ありがとうございます。思いっきりが足りないんだよ、怖っ。アイシールテンシルシポを見ましたんやけど、それ使い方を基準見るところありがとうございます。どうだった、間違ったところ見えてたかな。やばいやばい。昨日のクリアさんの85コピー見ててない、見ててないです。ボイドレは緊張しました。久しぶりー、ヤッホー。オーガスタ、あ、カメコする、ありがとうございます。私はね、あれが好きよ、なんだっけ、希望の海流の写真がお気に入り。ココロちゃんたくさん撮ってください、ぜひ。可愛いあの顔するので。クイナとココッペで焼肉するって、なんでなんで、クリナとココッペで焼肉するって、クリナ橋でクリナとママが話してた、ママ言ってたんじゃ。やったやった、ぜひクリナさん見てたら来てください。私のあの家族はみんなクリナさん好きなので、ぜひぜひ。カードのさん、信じありがとうございます。リペさん、ハートありがとうございます。明日はパテドラです。汗かいたらわかる。メイクさんに切ってもらってる人も多いんだけど、今日は美容師さんにちゃんと切ってもらいました。そう、メイクさん忙しそうだから、なかなか前髪切ってくださいって言えないんですよね。自由に自己演入って思ったら、ポーズチャレンジは結構むずそう。むずそうか。リカさん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。もよくてリカちゃんとコッペで同時に見てよかったって言われて動揺したってこと？あ、そういうことね、同時に言われてね、なるほどなるほど。そう、お見送りみんなね、ペポーズしてるよね、こうやって。今日は水曜日、今日はあのステーキチャーハンを作ります。本当はさ、チャーハン、ステーキチャーハン作る配信したかったんだけど、そう、初めてだから、ステーキチャーハンはちょっと不安だなと思って、あの私のお家でステーキチャーハンが定番になってきたら作りますね。でもちゃんとステーキチャーハン作るので写真あげます。ちゃんと作るので、嘘じゃないです、ちゃんと作るので。髪サラサラになってないです、何もしてない。昨日オイルをね、オイルがさ切れちゃって、今日買ったんだけどオイル塗ってないから、ちょっとねめっちゃもつれる。スーパーでお買い物してます。やばいよね、家招待することになってた、楽しみ。なんかさ、私んちってさ、なんかめっちゃさ行きたいとかさみんなに言われるんだけどさ、そんなさ広くないんですよ、私のお家って。2階建てで、
あの広くなくて全然なんかママが綺麗好きすぎてあんまりこう広かったら掃除ができないじゃないですか。だからもう綺麗さ重視だからあんま広くないんですよ家自体は。なんか見た目は外から見た見た目はなんか広いって見えるけど中に入るとそうでもないんですそう、あの住みやすい重視なのであんまり広くないんです。ね、一緒に配信したい。焼肉したいですね。バーベキュー。読み切りでこうやってしたよ。藤子も今日してたよね。見た。美味しいのかは分かんない。初めて食べるからね。メイクさんやスタッフさんにはココッペって呼ばれて、スタッフさんはみんなココッペで、メイクさんは、大体こう公演とかに、まあ、大体いろんな現場でついてくれてるメイクさんが4人いて、大体そう、たまに違う方も来るんですけど、大体定番の4人の方がいらっしゃってて、あの2人はこっちゃんって呼ばれてるんですよ。なんかわかんないけど、こっちゃん髪って言われるんですよ。2人はなんかなぜかわかんないけどこっちゃんで、もう2人はココッペです。お見送りでみんながペポーズしてくれるから人気者になった気分そう、部長そう、もうちゃんと送るよ。私も作って一番に送ります、部長に。ちょっとでもちょっとランクをそろそろ上げないとね。まだあんまりこう名目っていうの、なんかあなたは何って決まってないから、ちょっと頑張ります、上に行けるように。短く見えてきた。やおいちゃんハートありがとうございます。博多の香りやっとくせました。博多の香りのウィンナーが一番美味しいです。誰のお家行ったことある？誰のお家？リンリンリンかハンちゃん。え？あんまりでもお家行ったことないですね、私。いつも同じ人のお家に行ってる。リンリンリンかんちにも住み着いてる。藤子くんちも行ったことある。くらいですね。あおいちゃんバラありがとうございます。パパのポケットマネーでバーベキュー。多分パパクリナさん来たら多分ね緊張しそうなんかお姉さんが来たら緊張しそう。イチッピさん、音符ありがとうございます。葵ちゃん身長ありがとうございます。私ユニクテル配信でブレイク落ちて、え、知らない、やばい、ブレーカー落ちてね。一応私ん家にもピザ窯あるんだよ、外に。自分で作ったピザ窯が、でだいぶ使ってませんね、ピザ窯。うちここが名前バレるの違いすぎて困ってた。チャーハンとか確かにいっぱいあるね。藤野っていう人いんの、藤子お見送りで。藤野、葵ちゃん、だるまありがとうございます。そう、こっちゃんなんです。うん、こっちゃんって呼ぼう何でも嬉しいので、ぜひ好きな呼び方で。ピタの尻尾見てるから全く間違えたからない。よしよし、間違えないようにやらないといけないんですけど。最近自称エースさん、自称エースさんね、ちょっと最近あんまり
作ってるの見かけない。福岡のゼロさん、ジュースありがとうございます。リチャキン確かに。とね、私が最近一番似てると思うのは、えぐっちゃんがね、めっちゃくるみさんに見えるんですよ。もうなんか身長もこうなんか変わらないくらいだし、なんていうの、くるみさんに見えて、後ろがこの間公演の時、パチャドラの時にくるみさんがいて、えぐっちゃんって声かけそうになっちゃって、危ないと思って、鏡で反射してギリギリ顔が見えて、と思って、そう、危なかったんですよ。めっちゃ見えます。ヘアアレンジしてるからさらにさ似ててさ、危なかった、セーフfff 373日ありがとうございます。ココちゃんが部長ジーノって初めて聞いた、私も初めて聞いた。ジーノ全然聞かない。リッペさん、新庄ありがとうございます。今日でお盆休み終わりで、だいたいさ今日で終わりだよね、お盆休み。明日から現実に今更頑張りましょう。私も、うん、頑張ります。でもね、ユイナ意外と大きいんですよ、靴のサイズって。あれね、お昼配信してたね。そう、クリナさん初めて言われたんだよね、クリナさんと間違えたって。嬉しかった。今年は花火って何回した？花火、こう手持ち花火とかは一回もやってないかも、まだ。あの大きい花火は見に行ったけど、手持ち花火はやってないです。私は公演 MC で知りました、間違えられてたのは今日朝の電車がめっちゃ空いてたよ。今でもあの、なんだっけ、人がすごいってニュースであってて、博多駅とか、あのね、台風でさ止まっててね。やっとどこか帰ってきました。ブレイクネット、ありがとうございます。グッチとジーノなんかジーノは初めて聞いた。でもね、この間リハ中に藤子ことね、リハっていうかレッスン中に藤子ことこう踊ってる時にチラッて目があったんですよ。 その時にお互いあのニコって笑って、ちょっと面白かったですね藤子ことは最近お話しますよ。よくこの間ね、公演の時にね、こんな大きいドーナツをジップロックに入れて持ってきてくれて、めっちゃ美味しかった藤子子のドーナツ。なんかね、藤子子はうまくいかなかったって言ってたんだけど、めっちゃ美味しかったです。ナシャパヨドラ、ぜひ来てください皆さん。ペイさんからありがとうございます。やったやった、前髪切ったからかな。クラさん見てるの嬉しいです。私はまだ日本語訳用事ここは似てるのかな。今花火大会会場です、楽しんでください。忘れに行ったら必ず買うものある。
いちご飴、あのこの間花火大会行った時もいちご飴食べました。花火大会ってもうね飲み物がねすぐ売り切れたんですよ。だから飲み物一本持っとくのがいいですね。やっぱりあのペットボトルでも何でも飲み物を持ってた方がいいと学びました。本当に喉が渇きすぎて何箸巻き食べたんですよ。もう喉が渇きすぎてもうお茶買おうと思ってお茶売ってるなんかお店に行ったらお茶売り切れましたって言われてと思って、そういや結局喉渇きすぎてやばかったからかき氷も食べたんですよ。だから1個ペットボトル持っとくのがベストですね。だいぶ楽しいです。ライブが中止になったってねえ。台風目それは最悪じゃね、悲しい。そう、藤子も手作りで美味しかった。ほんと小ポーズ全然してない。こっち転してる、こっちか。ほんとだね。ねえ今日お誕生日ですよね。おめでとうございます。年齢は聞きませんがおめでとうございます。誕生日メールそろそろ変えたい。本当に何書いたかも覚えてないし、何の写真かも覚えてない。写真は多分わかるんだよね何送ったか。多分ね、なんだっけ、あのね紫のね服着てる、違う、変えたい。もうとりあえずあの写真はちょっともう今見たくない。誕生日メールっていつ変えるの。おめでとうございます。似てないのよ。わかんない、似てるかもしれない。これといただいたちょっと考えた振り間違えそう。そうなのよ、今日はねあのクリナさんにもらったリップをつけてたんだけど、上からさっきこれを重ねました。テッさん真珠ありがとうございます。いちご飴やばかったよ人。でもね友達とね食べたいって言ってたから並びました。人やばかったけど、コピーこれで OK です。何でも嬉しいので。美味しかった。部長は何でも作れます。ただお祭りで、でも今日は楽しんでるよ。いいね、お祭りいいね。コッペはカネちゃんから特殊な呼び方されたりしないの。ペって呼ばれる、ずっとコッペって言われないかも。ペペ言われますね、カレンレンから。ビーバーさんアロハありがとうございます。アルマルさんになりました、おめでとうございます。マーマルさんもおめでとうございます。世界で一番多い名前のね。え、初期の HKT T シャツの笑顔、え、やばいやん。初期の HKT T シャツはやばいですよ。もう終了、あんまりちょっとあれはやばい。大変よ。あれはちょっとやばいかも。来週誕生日おめでとうございます。
立ち話しの立ち話と言われないって、立ち話ってね、なんかね、前いじられてた友達から立ち話、心の立ち話みたいな、この時お揃いのリップじゃなくてマスクで見、確かにありがとうございます。ねね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 、明日のパウダー、耳横アメコもいつもね、このこのままなんかね、別に編み込みとこれはあんまりこうなんかこだわってなくて、こっちの方がほどくときにほどきやすいのよ。ここが編み込みしたらさ、汗でさ固まってるからさ、ここがめっちゃほどきにくくて、そういつもこれ見せるんだけど、なんかどっちがいいとかがあれば、全然こういうあのこれ全然こだわってないので。ベーベーベーはどういう時使うの？え、もう適当にレンダーしたい時に押してください何か押したいなって気分の時に。今日コメント読み上げるスピード速いような気がするけど、頭が冴えてます今日は私は夏祭り行けなそうだから、ペちゃん夏祭りで夏感じようと思います。私もね、夏祭り、花火大会しかね、あんまりまだ夏を感じれてない。花火大会とあのニコニコのニコ生のあれでしかまだ夏を感じれてないのでね道の駅立花って、え、そうなの、立花って、そう、聞いてください、あの、あつ森をね、初期化したんですよ。確かにね、初期化した方が面白いんですけど、初期化しました、あつ森を。面白いです、初期化した方が面白かった。さあ、めっちゃ3年くらいさ、あの立花島を築いてきたんですよ、私と妹はね、まあ、ほぼ妹なんですけど、3年くらい築いてきて、まず最初はもうね、鉄鉱石をこう集めるところから、まあいろいろもう頑張って3年くらい約ね、で今のやっとこう地形にね持ってきたんですけど、初期化 してなんかもうさ、あんまさ、もう楽し、なんていうの、内容が分かって、この日は 何があるとか、こういう時に何があるとか、もうなんか内容が分かって、もうなんかあんまりこう楽しみがないなと思って、そう初期化してしたら、まあちゃんと島選びのところから始まったんですけど、そう面白いです。今本当に何もなくて、島でも島の形も4種類ぐらいあって、なんか川の位置とかいろいろこう島があるんですけど、前と違う島にしたりとか、そう変えました。あのね、バグって初期化したとかじゃなくて、普通に初期化しました。そう、たちゃんたちも大劇場行ってるって、でクロデシティーになります。また明日公園で。夏祭りだし、まだ全然決まってないです。もう夏祭りじゃないかもしれないけど、ちょっとお待ちください。立花君立ち話、YouTube のタイトルで決まります。ね、立花君立ち話、なんか良くない？リズム。マハマロさんハートありがとうございます。おめでとうございます。そう、悲しいと思ってたでしょそう、普通に初期化しました。
アルティメット島、なんかさ最後の塔の食べ物とかさ、コンペイ島とかする人いるよね。橘島でもう変わりなく、な島の名前は変えませんでした。トトロのゲーム配信ね、ゲーム配信したいね。普通に初期化して今やってるところです。コペはアビガス使わないアビガス使いません、カレンデンだけです。使えません。むしろ手を挙げていっちゃう心の立ち話この立ち話はって言います。ナシオ島、すごい、ナシオ島ね、めっちゃ博多。なるほど。チャーハン島ハンハンってさ多分ひらがなしかできないんだよね。セミの声聞こえる。ここ行きたいな、ぜひ行けてください。のりぺさん、ハイビスカスありがとうございます。こんばんは。ね、今日なんだっけ、前のさ、あつ森は、名前が、なんだっけ、あれ。え、なんて言ってしたっけ。前のあつ森はそう、なんだっけ、あれ。誕生日を設定できるんですよ。で、前は、私の誕生日にしてたんだけど、今回は妹の誕生日に設定しました。今日の晩ご飯は、今日も塩っぺがあるんですよ。塩っぺきゅうりと、で、もろみきゅうりも食べたいので作ってもらいたいのと、あとは、まあ、初めて食べるチャーハン、ステーキチャーハンと、あとは何か、サラダと、あと何かわかりません。メール来たよって。メールの365？何365って、なんだっけ、何それ。6-2は4で覚えてね、誕生日。あとね、6-24とかショッピー買って持って帰ってます。渋井ちゃんがさ、めっちゃさ食べてくれてさ、そう、ママがね今度公園に作って持って行きって言ってました。そう、みんなねキュウリ美味しいって言ってくれて、あれさ、なんかさ渋井ちゃんがメールでさ、なんかあのキュウリを食べるためにココピンチ行きたいみたいなさ書いてたけど、めっちゃ簡単ですよ作るの。モルキめっちゃ美味しいんですよね、食べたい。なんかあの塩っぺキュウリが押されて、もろみキュウリの出番があんまりなくなってきてるので、久しぶりにちょっと食べてあげたいと思います。あ、メールの写真ね、こうやってしてるやつあげた気がする。
あね、よりさんには食べてもらいたい。持っていきます、いつか。匂いでこう梅とあのいろいろな匂いで充満しそうだけど。え、めっちゃ簡単ですよ。きゅうりを乱切りにして塩もみして漬けてて、それで塩もみしたきゅうりそのをこうボウルに入れて、塩っぺと刻み梅を入れて、ごま油で味付けするだけ。もっぺです。ちょっとミュートにしようか悩んだけど、すぐやめたので。そう、めっちゃおすすめです。ね、メールで載せたんだけどさ、今日皮膚科行ってきて、あのなんだっけ、小学校の、まあ、結構低学年ぐらいの時に、低学年3年生とかそこら辺で、足の裏にねイボができたんですよ。それで今日行った皮膚科の先生に取ってもらったんですけど、その痛みが本当に未だに忘れられなくて、もううるさい。イボができて、本当になんかこんな長い綿棒の先っぽにドライアイスみたいなのがついてて、こうなんていうの、ジュッジュッって焼かれて取るんですよ。知ってますか？やったことないですか、みんな。あれ本当に痛くて、本当にみんなできた方はわかると思うんですけど、本当に痛くて、あれもうそう鳥肌立ちました。なんかね、ジュージューってこうなんか焼くんですよ、ジュージューって。なんか痛くて、そう、知ってますか？ちゃ痛いんですよ、本当に。マジで魚の目っていうのか分かんないけど、この足の親指の裏にねできてね、本当に痛くて、本当に痛くて、私本当にさ、もうイボになんか襲われててさ、保育園とかの時も水イボできてさ、全身に水イボできて、もう先生、看護師さんも4人ぐらいからこう押さえつけられて、こうやってでもピンセットでピッ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 で取られて、イボに押されてるんですよ。そう、あ、今日してないですよ、小さい頃にっていう話で、イボに襲われてるんですよ。本当にトラウマですね、あれは。水イボもね、あんま覚えてないんだけど、めっちゃ痛かった。絶対痛いやん、だってピンセットで何も麻酔とかなしでプチプチプチって取っていく。もうね、イボに襲われてるの、本当にもうね、だってさ、足の裏にもさできてさ、全身にもできて、もう襲われてます、本当に。イボに襲われてる系アイドルね、本当に。そう、今は何もないんですけど、なんか一時期ね、この足の裏にね、またそういうね、焼かれたジュージューなってた、その魚の目っていうこうやつができてて、これはやばいと思って、ちょっとでもあれめっちゃ痛かったから、ちょっと今回痛くないと思って、もうずっと放置してたら治っていったんですよ。今めっちゃ綺麗にないんですけど、本当に治っていって、そう、めっちゃ綺麗に残ってます。
期待窒素の処置看護師もできるってあと2年、え、すごい、呼んで呼びます。もうあのなめっちゃ前のあの痛みをマジでもうやりたくないと思って、ママにでも見つかったら取り行くよって言われるから、ちょっと見つからないようにこそっとこうね育ててたんですよ。そしたらあのいつの間にかなくなってて、そうパワーでね、またさ何年後かに発症して、それ同じのがやばいと思って、やりたくないからあんな痛いの。そうで放置してたらいつの間にか治ってました。そうパワーでね、できてたのは結局バレたんですよ。これなんかバレて、でもいつの間にか治ってました。やりたくないので今からできても絶対に行きません。もうやりたくない、本当に痛いから本当にやりたくないんですよ。行きたくないんです。水疱も本当に痛くてね、未だに跡残ってんだよ、ここら辺とか、ちっちゃいけどね。水疱も痛かった、めっちゃイボに襲われてます。ふくらはぎ、あなたできてたっぽいけど大丈夫。青たんね、めっちゃできやすいんだけど、痛み感じないので、痛みは大丈夫です。見た目があれなんだけど気をつけます。次見つけてすぐ行きます。やめてください。行きません、私は。なんかさ、病院恐怖症で、もうなんか全然今日はさ、まあ全然良かったんだけど、病院恐怖症でなんか緊張するし、歯医者さんもめっちゃ苦手で、小さい頃もなんかめっちゃ苦手で、で矯正を作るってなった時に、久しぶりに小学1年生の時に歯医者さん行ったんですよ。そう、それからもうめっちゃ行ってるから全然怖いとかないんですけど、小学生の時に矯正作るってなって、久しぶりに歯医者さん行ってた時に、なんかめっちゃ緊張してましたね。なんかこう撮るんですよ、写真をね、なんかレントゲンみたいな、今の歯の写真、今も撮ったりするんですけど、写真を撮るんですよ。それでなんか顎が出てるとかそういうのも撮るから、普通にこう写真撮られるんですよ、カシャって。横からも左からも後ろも撮ってこう撮られるんですけど、で最後になんかポーズしてって言われて、こうやってピースしてる写真がこの間あの歯医者さんの画面に出てて面白かったですね。小学1年生のちょうどやばい時の写真が出てて、気をつけていきます。魔法してていいんだって。なんかね、妹も水疱ができて、なんか水疱過程なのか分かんないんですけど、妹も水疱ができて皮膚科に行ったら、なんかそのままにしたらなんか自然と治るのもありますみたいな感じで、めっちゃ放置してたらめっちゃ悪化してきて、めっちゃいっぱいできて、結局妹もピンセットで取られてたんですけど、その時は私も経験者なのでこうやって笑いながら見てたんだけど、痛いんですよね水疱。妹はめっちゃ前ですよ。なんで笑ってんの、意味が分かんない。ちょっと意味が、笑いのツボが合わない、ちょっと意味が分かんないんですけど。
最後にね、なんか歯医者の先生が気を休ませるためにちょっと最後ポーズしていいよって言われて、こうやってなんかこういうピースしてました。そう、なんかさ、はい、橘さんって呼ばれて、はいって言って行ってで、そう、あの椅子座った、座るじゃないですか、診察台みたいな、座った瞬間にあの横に画面があるんですよ。歯がいっぱい、あ、うん、私の歯がいっぱい並んでる写真があって、あれみたいな一個さ、こうやってしてる写真をさ見つけて、ね、ピンセットやばいよね。そう、私はもうさ、取ってさ、その水イボの過程を乗り越えてるので、もう妹が帰った時めっちゃ笑ってましたよ、ね、めっちゃ意地が悪い人ですけど親にピンセットで、お医者さんなのかな、お母さんすごい。ありがとうか、見てないと思う、多分ショールーム見てる。そう、今ちょっとさ、ポーズしてって言われたらポーズするね、こうやって。そう、水井穂先輩なので、そういうあの少女時代がありました。じゃあそろそろ終わろうかなと思います。ありがとうございました、聞いてくれて私の皮膚科話いろいろ聞いてくれてありがとうございましたイボ出て神戸に相談ね、相談してください、多分何でもイボ系は知ってるのでね相談してください、ぜひ。はい、じゃあランキング読みます。13位から、あ、さっきパッツン前髪スクショくださいってコメントがあったので、じゃあ撮りますか。何もあのリップしか塗ってないけど、スクショ見たい方がいたので、え、じゃあ切りたての前髪でスクショ。イエイ、できたかな。はい、じゃあランキング読みます。13位からヤンさんありがとうございます。12位ミデジュニアさんありがとうございます。11位オレオトさんありがとうございます。10位マイノさんありがとうございます。9位トダの魚さんありがとうございます。8位今日この頃さんありがとうございます。7位クロさんありがとうございます。6位カートの人さんありがとうございます。5位オイちゃんありがとうございます。4位マハマノさんおめでとうございます、ありがとうございます。3位ヤスさんありがとうございます。2位のりっぺさんありがとうございます。1位カークさんありがとうございます、ありがとうございました。はーい、じゃあまた明日は明日6時半開演だよね。またお知らせします。はい、じゃあありがとうございます、おめでとうございます、今日お誕生日のお二人、他にもいたらおめでとうございます、ハッピーバースデー。はーい、じゃあありがとうございました。そしたら6時半開演なら多分午前中配信になると思います。はい、じゃあありがとうございました、バイバーイ。チャーハンの写真ちゃんと載せます、ちゃんとあの作るので、ちゃんと食べるので、はい、じゃあありがとうございました、バイバーイ。ありがとうございました。